ないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも越えてゆける家族になろう。